長野の予想フォーメーションです。ゴールキーパー大内、スリーバック右から池谷、秋山、杉井、アンカーに宮坂、インサイドハーフ右に佐藤、左に三田、ウィングバック右藤森、左水谷、トップ下東、ワントップ山本の予想です。沼津の予想フォーメーションです。ゴールキーパー武者、スリーバック右から木島、鈴木、助木、ダブルボランチ宇流と菅井、ウィングバック右に安西、左に浜、ツーシャドウ右に遠山、左に徳永、ワントップブラウンノア健信の予想です。長野は初代松代藩主真田信行松代入部400年を記念したネイビーのユニフォームでの試合になります。佐藤中央、水谷に出します。水谷持ち上がる、中途に行った、ここはナイスセーブ、キーパー武者いい反応を見せました。中央、水谷受けたところから一旦持ち上がって、そこから左足を振り抜きました。枠内に行っていました。佐藤優太、ここまで全試合に先発出場を果たしています。シュートに行きました、大内ファインセーブ、ブラウンのは剣士のシュート、力強いシュートでした。水谷から左サイド、杉井、杉井から東フリック、山本抜け出した、杉井最後三打でした。ここは枠の上、流れるような攻撃から一つ長野チャンスシーンを作っていきました。ここは大内ミスキックになった、遠山抜け出す、遠山抜け出してシュートに行った、決まりました。遠山、キーパー大内のミスを見逃しませんでした。先制したのは沼津、長野としては痛い失点になりました。長野のパスミスを見逃しませんでした沼津、遠山、池谷のバックパス、ここで大内の足元にこのボールがつきませんでした。ここを見逃さなかった遠山、落ち着いて枠内にボールを沈めていきました。長野1点を追いかける展開になりました。クロスを上げる山本、鍵出します。右サイド、ここは大内鍵出しました。先ほどミスをしてしまった大内、まずは守備集中しています。前線に攻撃的な選手を入れています。交代で入ったデューク、そして山本、デューク抜け出す、デューク抜け出す、デューククロス、最後は山中、決まりました。山中同点弾、長野追いつきました。61分、交代で入った山中、今シーズン3点目、長野が同点に追いつきました。シュタルフ監督の采配ピタリ、しっかりと仕事を成し遂げました山中。デュークが抜け出したところ、引きつけてからゴール前、最後は山中落ち着いていました。デューク胸で落とす、クロス、ゴール前、ここは流れました、枠の右、先制点の山中、ここもシュートを狙っていきました。このまま勝ち点1を積むのか、それとも3を積むのか、まだ時間はあります。シュートに行きました、決まりました。キャプテン水谷、拳を突き上げた。この長野にとっては大きな大きな試合で、キャプテンが逆転弾、欲しかった2点目、長野83分に決めました。長野逆転です。
そしてここで試合終了の長い笛、シタルフ監督もガッツポーズ。長野と沼津の試合、劇的な試合になりました。先制したのは沼津だったんですけれども、長野が逆転、2対1で勝利しました。